有効モブを見てはいけない世界でのプレイの違い。ラッキーの場合、比較だけちゃんと鬼畜なんよな。てか有効モブって誰なんやろ。うぷ主まずそこから始まるか。いや、意外とわからないもんでしょ。いやわかるだろ。とりあえず動物は有効だよな。そやね、てか難しくね。まあ、簡単な世界ではないよな。あ、これ無理やろ。視界に入れる気なくても入るて、霊夢の場合。とりあえずうぷ主は仕方ない。だよな、簡単ではないからな。動物は絶対に見ないように下をずっと見る。木を回収するときだけ正面見る。これがいっちゃんいいやろ。良い対処法やな。と入っても下向くだけで有効モブ映らないわけじゃないんすよね。マリサの場合、霊夢よ。よく頑張ったね。ありがとう。とりあえず動物と村人とか避けるべきよな。そこらはわかるけど、絶対に見ちゃうから。下向いても鶏とか簡単に映るよな。ネザーには意外といないのでは？それ天才。あ、ストライダーさん。あいつブサカワで好き。おもんないキッズの場合、僕ちゃんたちが有効モブって認識できるのがダメなんだよ。視聴者さんにも言えないように画面をぼかせばいい話。これいいだろ。うわぁ、しょうもねえ。でもそれがいい。で、モードはピースするね。これで完璧。と MJ の場合、私は有効モブになったって言っていたよあの、私の世界に有効モブなんていらないからね。お、有効モブいなければ使う簡単だし。なんか楽してね。と M かよ。